思ったより早いんだな、馬車って。うん、それにすごく揺れる。ねえねえ、アーランドまで何日かかるって言ってたっけ。確か何週間かかかるんじゃなかったかな。そっか、結構長いね。でも歩いたらもっと長いしな。ヤバいモンスターもうじゃうじゃいるらしいし。そうなんだ。アーランドに着いたら冒険者になれるんだよね、私たち。先生にも会えるかもしれないし、楽しみ。ああ、念願の冒険者だ。ああ、待ちきれねえぜ。もっと早く走んないのか、この馬車。飽きてきた。退屈だな。気持ち悪い。いつまで酔ってんだよ。いい加減なれろよな。そんなこと言ったって。こんなにつまんないんだったら歩いた方が良かったかもな。歩くと危ないって。姉ちゃん、まだ疲れーのかよ。あと丸一日ってとこだ。もうちょっと我慢しろ。あと一日か。ああ、ようやくだな。だいぶぐったりしてんな。大丈夫か。もうダメかも。冒険者になるのがこんなに辛いなんて。まだ馬車に乗っただけじゃねえか。うわぁ、入った。うぅ、おでこぶつけた。おい、なんで急に止まるんだよ。やばいのが出た。やばいって何が。うわぁ、何、何なの。モンスターだよ、こんなでっかいやつ。やばい、マジでやばい。うわぁ、なんかメキメキいってる。このままじゃ馬車ごと潰されちまうぞ。どうすんだよ。知らねえよ、あんなモンスターが出たの初めてだし。ああ、もうやっぱり頼りになれな。ああ、どうしよう、どうしよう。落ち着けよ。こうなったら俺たちでやっつけるしかねえ。やっつける。無理だよ、絶対勝てないよ。無理でも何でもやるしかねえだろ。ほら、行くぞ。どっからでもかかってこい。ああ、やだ。あれ、何にもいない。無事か。間に合ったようだな。すげえ、モンスター倒れてる。うわ、なんだか怖そうな人。そう、やだ、聞こえちゃった。違うんです、怖いっていうのは。その、すげえ、こいつおっさん一人で倒したのか。おっさん、ああ、何言ってるの。ジーノくん、いやー、助かりましたよ。なんとお礼を申し上げていいのやら。騎士として当然のことをしたまでだ。しかしアーランドの間近にこのようなモンスターが出没するとはな。ええ、びっくりですよ。結構長いことこの仕事してますけど、
こんなことは初めてで。そうか、報告は私の方でして、君たちも急いで町に入った方が。おい、無視すんなよ、おっさんってば。ジーノ君ってば、睨まれてる、めちゃくちゃ睨まれてるから。では。あ、行っちまった。でもかっこよかったな、あれぞ冒険者って感じ。怖かった、モンスターよりも怖かったかも。よし、決めた。俺、あのおっさんみたいな冒険者になる。兄ちゃん、早くアーランド行こうぜ。ああ、なんとか馬車も動きそうだし、こんな物騒なとこ、とっとと通り過ぎちまおう。出すからな。それまでに用事を済ませてこいよ。明日の夕方か、あんまり時間ないな。早く免許もらいに行こうぜ。うん、免許ってどこでもらえるの？どこってそりゃ、あれ、どこでもらえるんだ？え、知らないの？アーランドに来ればもらえると思ってたからな。ま、大丈夫だろ、その辺の人に聞きゃわかるだろうし。とりあえず適当に歩き回ってみようぜ。ちょっとすごい不安になってきた。大丈夫かな。見ねえ顔だな。よそから来たのか。アランヤ村から来たんだよ。
冒険者になりにさ。おお、冒険者か。まだ若いのに関心だな。俺はハゲルってんだ。冒険者になるならうちの武器はドイツもおすすめだぜ。私はカトリって言います。ハゲルさんか、なんというか。今ぴったりな名前だなとか考えてたの。いいってことよ。自分でもよくわかってるからよ。すいません。見た目は怖いけど優しい人なのかな。しかしよ、冒険者になりたいならこんなとこで時間潰しちゃまずいだろう。そろそろ城の受付も閉まる時間だぜ。そんなことも知らねえで来たのか。おいおい、先行き不安だな。この店を出て左手にとにかくずっと歩いてきゃ受付に着くからよ。詳しいことはそこで話を聞きな。ありがとうございます。いいから早く行けよ。立派な冒険者になったらうちの店をひいきにしてくれよ。してみたいよな。もう時間がないんだってば。それじゃ失礼します。おう、頑張れよ。なんつうか危なっかしくてほっとけない嬢ちゃんだな。何年か前の誰かさんを思い出すぜ。逃げ出しました。すぐ見つけて連れ戻しますので、見かけた方はすごく注意してください。だってさ、久しぶり